共産党と強いつながりがある二刀夢の様の、とんでもない疑惑が浮上しました。まずはこちらの夢のツイートを見てください。今日はコラボに寄付者の方からアパカレーが届きました。ホテルにヘイト本、歴史修正本を置く、ヘイト企業です。繰り返される差別を容認し、歴史修正主義に加担することにつながるため、差別企業の製品を女の子たちに提供することはできません。物品寄付の際にはアパホテルの商品も選ばないでください。さすが敵を作る才能だけは一級品ですね。歴史修正主義というあまり聞き慣れない言葉は、ヤバめの左派系の方々がよく使う言葉です。ちなみに DHC やアパカレーなど差別企業の商品がコラボに届いたとき、うわーとなってその場にいた女の子に何それ、と聞かれたらこの会社は差別を繰り返しているから使わない、知らずに使っても差別に加担することにつながる、買わないことで差別を許さないと意思表示できると話す、アパホテルには一度だけ公演先で、公演主催者に用意されてしまい泊まったことがあるが、置かれている差別本は本当にひどかった、二度と泊まりたくないし差別企業へお金を出したくないので、それ以来ホテルは自分で用意するようにしている。ほん？ホテルは自分で用意している。その言葉、信じていいんだな。てかこれアパホテルに訴えられたら、ワンチャン普通に負けるんじゃないですかね。アパホテルは訴えたら良いんじゃないでしょうか。今訴えればアパの評価が上がるかもしれません。ちなみに二刀夢の様がアパホテル本の気に入らなかった点を列挙すると、NHK の左傾化、沖縄メディアの暴走、最新技術の兵器開発力が日本を守る、韓国との慰安婦問題はもう終わりなどです。NHK の左傾化はわかりませんけど、沖縄の一部メディアが異常なのは事実です。あれは早くなんとかしないとダメです。強力な最新兵器が国を守るのも事実です。ウクライナ侵攻でアメリカが供与したハイマースが、戦略兵器として大きな結果を残しています。慰安婦については話すと長くなるので、外務省ホームページの慰安婦問題についての我が国の取り組み、を見てください。簡単に言うと2015年に日本と韓国が、最終的かつ不可逆的な解決を確認したにもかかわらず、未だに韓国の市民団体が慰安婦像を設置したり、韓国の裁判所が日本政府に損害賠償を命じる判決を出したりしています。また日本政府が発見した資料の中には、軍刀による強制連行を直接示すような記述は今のところ見つかっていません。アパホテルの本に書いてあることって間違ってますか？ヘイト認定して拡散するのは法的にまずいと思うんですけど、二刀夢の様はこの点についてどう責任を取るのでしょうか？さて話を戻すと、コラボの事業計画書には、都内全国各地に複数のホテルと連帯する、という記述があります。しかし共産党と強いつながりがある二刀夢の様の資料によると、連携団体のところに、東横インという記述があります。東横インって、そうなのを、またエイボンという化粧品の会社がコラボの連携団体企業としてコラボの資料で紹介されています。そういえば二刀夢の様 DHC もめちゃめちゃ批判してましたね。自分が連携している企業の競合他社を盛大にディスっていくスタイル、いやまあ単なる偶然かもしれないんですけど、これらの事実が明らかになると普段の言動からして夢のはさらに信用を失ってしまいます。やはりそこそこ大きな団体の代表であれば言動には気をつけなければならないということを改めて実感します。二刀夢のさんって自分の団体が連帯している企業の競合他社の悪口を平気で言う人なんだと思われてしまいますよね。まあ悪口っていうかただのイチャモンですけど、そもそも税金使ってるわけですから、お前のクッソどうでもいい思想よりも安くて質の良いホテルを使えよと、思想よりも実利を優先しろよと、わがまま言ってんじゃねえぞ夢の。最後までご視聴ありがとうございました。